仕事を続けたいなら続けてもいいけど、家事育児に影響がない範囲でね。子供は最低2人、できれば4人くらいは欲しいかな。生活費は毎月10万円渡すから、それでやりくりしてね。家賃、光熱費は同居の両親が出すから気にしなくていいよ。俺って結構付き合い多いから、飲みは毎週あるし、たまに泊まりで遊びに行ったりするけど、浮気はしないから。そこは信じてついてきてほしい。と、取引先のおっさん40代後半に言われた。いや、私、既婚者ですがと言ったらキレられた。うちの上司に電話でクレーム入れてきたらしくて。取引先とまさかの不倫。で呼び出されて散々だった。不倫も何も、打ち合わせで顔合わせたことしかないし、チーム全体での飲み会はお互い参加していたけれど、席は遠かったし、プライベートで会ったことなんか一切ないのに、プロジェクトの最終打ち合わせの後、ちょっと今後の話したいからいいかな?って喫茶店に誘われて行った私がバカだった。幸い、相手の言い分は、証拠もなく尻滅裂で、先方に問い合わせたら、もともとちょっとアレな人だったらしく、上の人同士で話して、なかったことになったけどさ、上司には災難だったな。お疲れ。なんて笑われたけどさ、ムカつく。